モエカ選手とハシエンダゴルフクラブに来ております。真剣味を出すためにモエカ選手イーブンパー以上で回った場合は200ドルの賞金をリンゴルフから出したいと思います。難しいよ、ハシエンダは難しいんでちょっとアンダーで回れるしないんですけど頑張ります。頑張ってください。200ドル後半、13番ホール、ハンディキャップナンバー2の長くて、難しいパー4左ドッグです。まあ、フェアウェイは広いんですがなるべくフェアウェイ左の方に落とすと2段目の距離が短くて済みます。ドローで打ってみる。モエカ選手フェードのモエカ選手がドローで打つと言っております。おお、ドローしたじゃん。え、ちょっと左打つ。もういいんじゃん、ギリギリかな。ギリギリみたいな感じ。もうちょっと右向いてたら超ナイスショットでした。13番、ちょっとショートをしてしまいました。難しいアプローチです。かなりスライスすると思うよ。めっちゃむずい。落としどころをちょっと考えないと。でもまあちょっと上りだからね。こっちからこっちの下りがすごいから結構曲がると思うよ。ちょっとオーバーしましたがかなりフックのラインが残ってます。これを読み切ってパー取れるか。ライン的に言うと最低ボール半分はいくかなって感じかな。さあしのげるか。ナイスパー、しのいだね。しのいだす。モエカ選手14番ホールワンオーバーなので一打戻したいとこです、はい、フェアウェイ真ん中に打ってください、はい、よいしょ。女子にとってはちょっと長い400、2、30ヤードあるパー4です。残り190ヤード残ってしまいました。風は右から左です。グリーンは左から右に傾斜しているのでピンを狙っていくと風で戻されてちょうどいいかなって感じかな。おいい感じ、いい感じの落ち具合。おいい感じいい感じ。あ、これ右に行く、寄ってく寄ってく。バーディーチャンスです。14番ホール、モエカ選手ちょっとオーバーして下りのスライスパットになると思います。おお、ナイスバーディー。難しいラインよく入れたね。お、イーブンパーに戻しました。200ドル。おお、ナイスバーディー。15番ホール、左ドッグのパー4です。狙い目はフェアウェイ真ん中、はい、
バンカーのフェアウェイの、バンカーは越えられないんで、フェアウェイの真ん中から、まあでも、フェードだからフェアウェイのちょっと左ぐらいだから、あの緑色の低い木狙って打ってくださいね。うん、問題ちょっと右だけど全然問題なし。フェアウェイ真ん中、ナイスショット。萌香選手15番ホール、残り何ヤード140を、アゲンストで、でも打ち下ろし総裁みたいな、番手は8番。右奥やから、はい、左はお水なんで一貫のおしまいになるんで引っ掛けないように。ちょい右だね、右だけどフェアバンカーに入らないか、あなんか乗ったっぽいね、右からだと左によるからいい感じかもしれない、はい、さあ15番ホール、萌香選手ちょっとショートしましたが2オンでした。先ほどのホールでイーブンパーに戻しております。ここはぜひ一つ伸ばしたいところ。お、ちょっとピンチの距離を残しております。ちょっとピンチの距離を残しております。これは入れないと16番18番は難関ホールです。おーナイスパー、しのぎました。イーブンパーです。15番終わって